回大会番位の2つ目になります。今回やっていく何年番位は列伝言団日本一決定戦2011です。1曲目に採用されたのは宇宙侍です。あんまり譜面がかって思い浮かばなかったです。ウプ主もそんなにプレイした思い出がないので若干不安になりながら叩いています。この外伝番位の中だと一番印象が薄い曲なんですよね。空色時代は5番の1曲目の課題曲だったらしいんですが、ウプ主は空色の時には太鼓の達人やっていなかったので思い出もないです。まあ昔は気に入った曲しかやってなかったですね。なのでこういう風に外伝で過去の曲をピックアップしてくれるといろいろな発見にもなりますね。そうですよね。そろそろ太鼓チームさん、外伝ラインを追加してくれてもいいんですよ。そういえば去年みたいに5段と10段に裏段を追加してくれても。うわ、10段の裏にペタパン入りそう。ペタパン入ったらウプ主が発狂しそうですね。意外と良いとこまで詰めてた気がしますけど、どうせ他の条件15とかになるんでめっちゃきつそうです。あれをこの数に抑えるのはきつそうですね。2曲目に採用されたのは天陽の舞ですね。 BPM は174。ウプ主はこの曲にかなり思い入れがあります。どんな思い入れがあるんですか？初めて星9の難易度でノルマクリアした曲ですね。紫の時です。当時はこの譜面も難しいと感じるくらいの実力だったので、ノルマやった瞬間嬉しかったのを覚えてます。天陽の舞は曲もいいですからね。譜面も叩きやすいですしね。歌唱を担当しているのは今井あさみさんですね。音楽声優の方です。なるほど。だから石主はこの曲が好きなんですね。まあ太鼓の達人始めたきっかけがアイマスだったので、この曲は必然的に好きになる運命だったんでしょう。まあ歌唱が今井あさみさんということを見てもこの曲はかなり好きですね。遠征先で困ったらこの曲選曲してるくらいには好きです。にしてはコロコロ蓋がしてますけど。そうなんですよね。ちなみにウプ主はあんまりこの結果に納得いってないらしいです。3曲目に採用されたのはブラックローズですね。完全制御曲なので変なディスコアを割ることもできないです。前半の低速、最後のサフランとウプ主が非常に苦手な要素が詰まった譜面をしています。裏譜面はビジードで10番に採用されていますが、こちらの表譜面も黄緑時代に8段3曲目課題曲として採用されています。黄緑の段位受けてみたかったのとウプ主は言ってましたね。過去の段位を復活させるにしても方が昔と今で違うので、そこら当たりを修正させるのが面倒くさそう。あんまり復活は期待はできなさそうですね。紫は中段より前は条件が高い高さとコンボという生徒関係無視に接続できれば良いという段位でしたね。
あれもどうかと思いますけどね。個人的には今の制度段位の方が好みです。黒バラもいいですけど、赤バラが一番好きです。私は紫バラも好きですね。ルクヌシにはクルコン頑張ってもらいたいんですけど、最後の高速地帯が畑ずに放置されています。いつかクルコンしてください。